水曜日のボーダレス。スイッチトゥーホープ、社会の課題をみんなの希望に変えていく、そんな価値観と覚悟を持って社会起業家が集うのがボーダレスです。ボーダレスジャパンがお届けするこの番組は、社会に希望を生み出すホープメーカーを迎えして、その人生の使い方と描く未来に迫っていきます。本日のパーソナリティはボーダレスジャパン副代表の鈴木です。今日はボーダレスセネガル代表のメイサこと松尾雄大さんに来てもらいました。メイサ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということでようやくメイサとね、ゆっくり話せるのが嬉しいんですが、もう忘れちゃったんですけど、なんでメイサなんだっけ？はい、そうですね、メイサっていう名前、よくなんでっていうふうに聞かれるんですけど、これセネガルの名前でして、うんうんうん、私このセネガルだとメイサファイっていうのが、まあ、2つ目の名前、そこから来てるのがメイサっていう形で、今皆さんにですね、ボーダレスのみんなに呼んでもらってます。松尾雄大を訳したらメイサファイではないってことでしょ？そうですね、もうセネガルでもらった名前ですね。ホームステイ先でもらった名前ですね。なるほどね。で、そのホームステイ先で、そのセネガルに行って、新しい事業を立ち上げる。普通に考えると、起業をするのも大変なのに、わざわざ、まあ、セネガルっていう国に行ってね、起業するってもうわけわかんないやつやんっていうふうに思っちゃうわけですけど、ちょっとそれについていろいろと話をゆっくり聞いていきたいと思います。改めてよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあちょっと簡単にメイサの自己紹介から始めてもらっていいですか？はい、ありがとうございます。改めまして皆さんよろしくお願いいたします。ボーダレスセネガル、代表の松尾雄大と申します。セネガルではですね、今障害者に諦めを植え付ける就労問題を解決するために、ハイプラスチックのアップサイクルブロックの製造販売事業をスタートをしております。セネガルでね、その障害のある人たちがしっかりと自分の力を発揮して働いて収入を得られるとともに、ハイプラを活用したブロックを建築資材として提供していくことで、環境負荷を低減していく貢献にもつなげていこうって事業をやってると思うんですけど、その話は後でゆっくり聞くとして、そもそもなんでセネガル行ったのっていうところを、まあそのいきさつぜひ教えてもらっていいですか？はい、ありがとうございます。もともと先ほどちょっとホームステイってお話ししたんですけど、うん、それが、青年海外協力隊で、はいはいはい、セネガルの方に派遣されまして、うんうん、本当にそれが最初のセネガルとの接点、きっかけになります。青年海外協力隊って行きたい国自分で選ぶんでしたっけ？なんか第3希望まで出すんですけど、結局最終的には、うんうん、JICA の方で決められるので、うん、おそらく健康で、丈夫で、こいつはここに行けるっていう形でセネガルに選ばれたっていうものになります。なるほどね。第3希望までにセネガルって入ってたの？入ってないです。1から3にフィットしなかったのか、はい、セネガルの案件はメイサ行けっていうふうに思っちゃったのか。そうですね。まあでもそれがきっかけで、まあ、運が良かったなというのは今では、はい、思いますね。で、それで青年会議協力隊に行ってからってどんな取り組みしたんですか？セネガルにはですね、私職種が小学校教育で派遣されまして、もともと私大学の専門が小学校教育で、小学校の先生になるっていう勉強をずっとしてたんですけど、うんうん、大学期間中に、まあ、世界一周、バックパカで世界一周に行ったっていうのがきっかけで、まあ、セネガルに青年海外協力隊で行くことになりまして、うんうん、でセネガルでは小学校教育で算数で子供たちの、基礎学力を向上するっていう、すごい固い要請で、うんうんうん、で、向こうで現地の小学校に入って、子供たちの算数の学力を上げるために、現地の先生たちと協力して頑張ってくださいっていうのが大きな活動の、はい、概要です。なるほど、なるほど。その協力隊としての仕事に加えて、取り組んだこととかって何かあったんですか？そうですね。日常は、もちろん平日は小学校の先生で、うん、まあ、学校の先生たちと一緒に
いろいろ活動をして、その他に、余暇支援として、私ずっと小学校の時からサッカーをしてたので、子供たちに何かできることないかなって考えた時に、まあ、ずっとやってきたサッカーでコーチやったりですとか、サッカーチームとかに入れない、ちょっと貧しい子供たちと一緒にサッカーチーム立ち上げて、で、試合開催したり、大会の遠征にその子たちを連れて行ったりとか、なんかそういったこともやってました。今、ズームでつなげて顔見ながら喋ってますけど、めちゃくちゃ楽しそうじゃん。めちゃめちゃ楽しいですね。なんか自分のやりたいことをやってた思いを持って、やりたいって思ったらすぐ行動してやるみたいなことが自分の性分というか、悩んでられないというか、やりたいと思ったらやるっていうのがなんか、なるほど、自分だったなと、はい、思いますね。在庫の皆さん、青年影協力隊の皆さんと喋ると、みんなトライアンドエラーしまくんないと何も進まないし、文化が違いすぎて、もう日本の常識完全にフィットしないから、ゼロベースで全部作って頑張りましたみたいな人ばっかり話聞くんだけど、メイさんもやっぱそんな感じだったんですか？はい、そうですね。本当に活動が波に乗ったのって本当に2年目からで、その前の1年間って成功したことない、むしろ失敗ばかりでなんかそもそもでもスタンスとして失敗をしに行ってたっていうのもあって、なんかいろいろ試して失敗して何が彼らにとっていいのかみたいなことはなんかいろいろ試しながら方向づけ、まあいろんな仮説を試していったっていうのがなんか1年目あえて失敗というかを繰り返してたっていうのは、はい、ありますね。面白い。失敗をしに行ってた。もう前提としてうまくいかないの分かってるので、ただ何がうまくいかなくて、でもちょっとだけなんかハマるものとかはあるので、なんかその要素をちょっとずつ拾っていくっていうのはなんか作業としてやってましたね。なるほどね。失敗の中でもどんな失敗したか、はい、提案しても基本的に全部いいねって言われるんですよ。例えば服の歌をやって、めちゃめちゃいいねってみんな歌うのとか結構やっぱり好きなので、ドリルとか最初やろうとしたんですけど全然ハマらない、なんか自分がやるだけで先生たちやらない、100マス計算とかやってみて全然ダメで、じゃあ子供たちがそこから学んで楽しくやれたらいいじゃんっていう風にやってククの歌を導入してやってみたんだけど、全然覚えられないというかそのククの歌っていうのは日本のククの歌、はい、ククの歌をちょっとリズムつけてフランス語にして子供たちに歌ってもらうんですけど、もともと私がですね、高校で音楽の単位を落としかけるぐらい音楽苦手だったんですよ。リズム力もなくて。なのでククの歌を導入した時に自分が歌えない、リズム力がないっていうので自分がそこで挫折するっていう自分が一番苦手なことをみんなが喜ぶからって頑張ってみたんだけど、はいはい、頑張ってみたんだけど自分が苦手だったっていう、音楽で引っかかるっていうククの歌を導入しようとしたら自分の音楽センスで引っかかるっていう、はい、なるほどね。でその歌は結局どうなったの？もう結局なんとなく覚えてもらって、なんとなく自然消滅していったっていうなんか自分がその熱意が入らなかった、そこに やりきれずにっていうなるほどね、面白い。はい、なんかそんなこともありましたね。なるほどね。いやいや、もう試行錯誤しまくりながら一個一個やっちゃあ消え、やっちゃあ消え中で、これは今度はうまくいったんだっていうなんか取り組みってあった？はい、2年目に入ってこれ良かったなっていうのが、算数の、モデル授業をやりまして、仮説として子どもたちが、分かりやすい授業を先生が誰もができるようになるっていうのが、学力を今後上げていくためにはいいんじゃないかっていうのを思いまして、というのもいろいろ私たちが提供したとしても続かなかった、定着しなかった。それなぜかっていうと、学校を増やしていく、先生を増やしていくっていう政策になった時に、先生の教育期間をどんどん短くしたんですね。にプラス、ストライキがあって、よりそれが短くなる。なるほど。　したら半年とかでもう現場に立つようになる。ってなった時に、土台がない中で、先生たちが何をやるかというと、自分たちが過去受けたような授業しかないっていう土台の中で、私たちが何か、こんなこといいよって言ってもできないっていうのが、それは当たり前だよなっていうふうに気づきまして、その中でもすごくいい先生はいて、じゃあ、この先生の授業を構造化して見える化して、
それを映像教材にして、うん、でそれを真似するだけで誰もがその最低限のベースの授業ができるようになるってすれば、子供たちが分かりやすく先生たちも負担なくできるようになるんじゃないかっていうふうに仮説立ててやりまして、で結局それでクラスの子供たちの学力が底上げされた、下の子たちで分からず置いてけぼりになってた子たちの回答率とかが上がったっていうのがあって、これは非常に良かったなっていうふうに思ってますね。なるほどね。いや、めちゃくちゃ素敵な取り組みをしてるっていう話を聞いてくださってる今日のリスナーは、はい、メイサが教育の人なんかいっていうふうに多分思ってると思うんだけど、協力隊に行って、そうやって教育のこと一生懸命やってトライアンドエラーした後、なぜ今の授業につながってったかっていう話教えてもらっていいですか？はい。今なんか障害のある人たちと一緒にっていうところに、教育っていうところから向かっていくんですけど、うん、そこの原点も協力隊の時のタイミングでして、帰国の、4ヶ月前ぐらいに、JICA セネガル事務所の方からですね、ブラインドフットボール、視覚障害者の、サッカーのイベントをセネガルでやりたいと。で、松尾サッカーやってるよね。なんかやってよ。うんっていうのが、事務所の人から降りてきて、私、ブラインドフットボールもパラスポーツも一切興味がなかった、その時ですね。関心がなかったし、知らなかったんですけど、サッカーっていう言葉がついてて、まあ、できるだろうという形で、本当に安請け合いして、あ、わかりました、やりますよっていう形で、やって、初めてそこでパラスポーツ、に、まあ、障害の分野に最初スタートとしては、触れ始めたっていうところがあって、JICA、でそのイベントをやるってなった時に、ブラインドフットボールの、公開試合とデモンストレーションマッチみたいなのと、そこに地域の子供たち呼んで交流をできるようにしましょう、みたいな、イベントを企画するようなことになって、初めてセネガル国内で、じゃあブラインドフットボールの視察に行こうっていう形で、セネガルの、唯一の国立盲学校の方に行きまして、で、そこでブラインドフットボールを初めて見てみる。なるほど。で、これまで、まあ、障害のある人に正直なところ多分偏見を持ってる側の人間だったですね。それすごく自負しておりまして、日本にいるとき教育でやっぱり障害のある人見かけたら声かけましょうとか、もちろん基礎知識としてはありますけど、じゃあ実際に街中で見かけたときに声かけれるかって言ったら結構目の端にやってしまうような側の人間だった、で、セネガルでそういったとこに行ったときにも彼らのために何が支援できるのかな、どんな風に関わったらいいのかな、っていうのが、なんかすごく自分の中で、まあ偏見持った中で、彼らのところに視察に行ったんですけど、なんかその時に見た彼らの姿が衝撃でして、なんかすごくギャップがあったっていうところなんですけど、スポーツをしてる、ブラインドフットボールをしてる姿を見た時に、本当に自由にピッチの中で自分たちで走り回って、激しくやってる時に、自分のイメージしてた障害のある方と全くイメージが全然違かった。っていうところで、うわ、かっけえなっていうのが、最初大きな衝撃で崩れ落ちたっていうのがあって。なるほど、ね。で、その後に一緒にやってみるって中で、交流をした時に、どう接していいかわからないっていう、こっちからの感覚だったんですけど、向こうから本当にフラットに話しかけてくれたっていうところで、なんか障害のあるなしとか関係なく、本当にただ人として話したっていうのが最初のスタートで、あ、何を自分そんなに思ってたんだろうっていうのが、なんかすごくそこで人と人として当たり前にただ接したっていう経験がやっぱり大きかったっていうのがありまして、で、やっぱりスポーツ、私もサッカーしてたので、そこですごくその人たちと仲良くなった、友達になったっていうのが、障害に関わるきっかけになりまして、これまで障害を持ってる人たちって社会の中で困ってるよねっていう像が本当にただの友達になったっていう中で、その友達が視覚障害っていう障害をただ持ってただけで、その友達になった人が社会の中で生きにくさを持ってる、身近な友達が困ってるっていう風に感じた時に、なんかこれっておかしいよな、こんな社会、ただ目が見えないだけでこんな社会で困ってるの、それっておかしいよなって思った時に、この友達のためにできることがないかなって思い始めたのが最初のきっかけですね。なるほどね。
聞きながら思ったのが、障害のある人たちには声かけてあげましょう。困ってるかもしれないし、いろいろ大変だからお手伝いしましょうね、みたいな教育の仕方が一般的なのかなと思うんだけど、本当にそれっていいのかな。メイさんみたいに、まあ多少のね偏見は持ってたかもしれないけど、普通に友達としてよろしくねって言って出会い、あ、目見えないんだ、だけどめっちゃサッカーうまいやんみたいな感じで接点を持ってよろしくねって友達になりましたの上で、目が見えない人たちってこんなに大変なのってことを知ったからこそ、え、友達が困ってるっていう順番になりました。その出会うきっかけ、知る順番、理解していく順番、この順番の作り方が実はダイバーシティな社会づくりにはすごい重要な要素なのかもなーって思いました。いや、出会い方って大事だなって思いますね。障害のある方と出会うときに、障害者の、視覚障害の誰々さんっていうよりも、〇〇さん、目が見えない、これは全然違うなと思いますね。確かにね。それがやっぱりスポーツだったっていうのもやっぱり良かったなと思って。なるほど。なんか一緒に楽しさ、笑顔でその人たちで最初に触れ合える、みたいな出会い方、始まりっていうのはやっぱり大事な、知り方って大事だなとは、はい、思いましたね。なるほどね。喜び、楽しみみたいなものを共有して仲良くなった友達が、たまたま障害を持っていて困ってるんだったら助けようやっていう関係性になる素晴らしい出会い方のことを教えてもらったんだけど、その友達になった障害のある人たちって具体的にはどんな風に選択肢がない状態になってたか教えてもらっていいですか？はい。彼らがセネガルで何をやりたいか、成し遂げたいかって最初の大きなところでいくと、家族と幸せになりたい。なるほどね。一番ファンダメンタルなところだよね。そこを実現していくためには、彼らの中で就労っていうところがどうしても欠かせない。っていう中で、じゃあ彼らが働くってなった時に何ができるのかっていうと、そもそもですけど、彼らが教育っていうところにアクセスをまずできない。なるほど。まずそこで仕事に就く機会みたいなとこはやっぱりどうしても失われてしまう。うん、で、視覚障害にまず最初絞って話をすると、国立盲学校で就労支援はあるんですけど、もともと国立盲学校がセネガルに1校しかない。で、そこに2、300人しか入れない。セネガルに20万人ほどいる視覚障害のうち、それぐらいの人たちしか入れない。20万人もいるのに、300人しかそもそも学校に行けてない。っていう中で、そんな中で、学校にようやく行ける人たちが、じゃあ就労支援として何やってるかっていうと、なんかほうき作ったりとか、織物を作ったりとか、現代社会に合わない就労の訓練があるので、結局社会に出たとしても、彼らの働き口がないっていうのが今の現状ではあります。なるほど。で、働けるとしても、個人事業主でやるみたいなものって結構セネガルの中で当たり前にあるんですけど、じゃあ携帯修理やるってなって、もうそんなのもありふれてるので、彼らがじゃあ給与得れるかって言ったらそこまで得れることができない。じゃあ立地って大事だよねってなった時に、障害型借りれない、店舗開けないですとか、なんか障害者センターっていうところで、まあ通所の肢体不自由の方々が作業して働けるところもあるんですけど、まあそこも最低賃金以下の給与 50% ぐらいしかもらえてないので、彼らは生活はできるけど、それ以上のことは何もできない。で、彼ら自身の力でこの社会構造の中から抜け出すことは今できないっていうのが、彼らの今就労として抱えている問題になりますね。なるほどね。就労支援センターみたいのがあるっていうところで言えば、20万人の人たちが働くような場はあるのかな？ないです。ないんだよね。はい。となると家にいる感じってことだよね。はい、そうですね。ってなるので、もう諦めてしまう。自分には何もできないっていうふうに、まあ、植え付けられてしまうっていうのが今のセネガルの現状ですね。なるほどね。で、そういう中で仕事をしっかり作って、たくさんの人たちが働ける場、その持っている力をうまく発揮できる場を作るんじゃって創業した。ちなみに、リスナーの皆さんにお伝えすると、メイサは創業したてです。はい。いつだっけ？まだ3ヶ月ほどで、現地の法人今登記がちょうど済むところっていうタイミングですね。うんうんうん、そうだね。だから今メイサは創業3ヶ月ぐらい、まだ出来たてほやほやの会社になりますが、はい、
そんなメイサが、その働く場所を作るっていうところで、どんな事業モデルを考えているのか、話してもらっていいですか？はい、ありがとうございます。今、現地の方で、ハイプラスチックのアップサイクルブロック、舗装ブロックですね。皆さんが道中でよく見かける、歩道のところでよくブロックが並んで舗装されていると思うんですけど、あれをセネガルのプラスチックゴミから、障害を持ってらっしゃる方が作って、販売もしていくっていうようなモデルで考えています。プラスチックをブロックにする。ハイプラスチック、まあ、ゴミになったプラスチックを回収して、うん、それを粉砕して、小さい粉末状にする、うん。で、それと砂を混ぜ合わせて、混ぜ溶かすっていうんですかね。熱で溶かして、砂とプラスチックを混ぜると粘土状になるんですね。で、それを、プレスして成形すると、めちゃめちゃ強度の高い、ブロックができる、ですね。その強度の強さが良さであり、他にも何かいいポイントってあるんですか？はい、プラスチックっていろんな色がついてるので、確かにそういったカラフルさ、今セネガルの市場にはないカラフルさ、っていうところも強みになる。プロックはもう開発が完了して、どんどん売り出し中。今ちょうど一点突破でこのブロックならセネガルで販売していけるだろうっていうのがようやくできたっていうところ。なるほど。しょっぱな出花くじかれたもんね。そうですね。そこが難しさだなって思いました。プロダクトがなかなかうまく作れない。わざわざセネガルで起業していくっていう中で、やっぱり不安もあるだろうし、実際にいろんな問題にぶち当たった時に、日本だったら日本のメーカーさんたちに片っ端からね連絡していろいろ話を聞けば解決するみたいなこともセネガルからだといろんな制約が入ってくると思うんだけど、壁にぶち当たった時にそれをメイサはどう捉えてる？おかしいなって思われるかもしれないですけど、大丈夫、もうみんなおかしいやつだと思ってるから別に壁だからどうこうっていうことではなく、そういう課題が出たから、じゃあそれをまた次やる。ダメだったらまたじゃあ次それやる。っていうぐらいの感覚でしかないので。なるほど。なんでそんなにトライアンドエラーを繰り返せるの？なんでですかね。なんかやっぱり原点にあるところ、もちろんやっぱり友達のためにやっていくっていうところも、もちろん大きなところで軸としてはありますけど、なんですかね、失敗することが怖くないというか、別に全くそういうことに対して悪いと思ってないので、失敗することに対してですね、できなくて当たり前だって思ってるので、多分それ協力隊の時の多分積み重ねで作られたものだと思うんですけど、トライしてうまくいかなかったら、じゃあ次どうやったらうまくいくっていうのを考えて、またジャストトライしてみたいな繰り返しをやっていく中で道を見出すんだ、そういう風に自分のマインドが出来上がっちゃったっていうことなんだろうな。そうですね、多分行く前と行った後の多分考え方はそれ全然違うと思いますね。そうだよね。あともう一個、なんでそんなに頑張れんのっていうところも途中でちょっと話してくれてたと思うんだけど、口では友達のためなんですって素敵だよねってすごい思いつつも、多くの人がそんなになんで頑張れんのって、もちろん大切な友達のためってわかるけど、そんななんか大変な思いをしに行くのってなんでなんってみんな思ってると思うんですけど。そうですよね。友達っていうものに自分が憧れてる、なんか複雑なコンプレックス抱えてるっていうのが多分これまであったからこそ、セネガルで友達のためにやりたいって思えてるんだと思いますね。ほうほうほう。コンプレックスができたな。どんなコンプレックスですか？私ですね、小学校の時にちょっと友達関係で悩んだことがあり、でその後、中学の友達ともちょっとずつ距離が空いていって、高校が福岡だったんですけど、大学が長崎に行って、ってなったら仲良かった友達は長崎に誰も行かなかったので、なんか一人でまた長崎に行って、長崎でまた友達ができたんですけど、みんな教育なので、卒業したらみんな小学校の先生になって、自分はそこからセネガルっていうところに行って、また友達と疎遠になって、SNS とかで友達とかなんか楽しくやってたりとか、を見たりとか、同窓会とか、自分にはなんかその友達一緒になんかできる、日本にいる友達っていうものがなんかいなくて、そこに友達
達っていうものにコンプレックスなんか憧れっていうものをやっぱり持ってたっていうのが大きいなと思いますね。なるほどね。いろんなタイミングでね仲良くなった、まあ、信頼できる仲間友達みたいな人を作っていくっていうのがなかなかできなかった中で、まあそれをコンプレックスということだとすると、じゃあそのセネガル行った時にさっきの友達、サッカーから入った友達っていうのができて、一緒に楽しく頑張ろうぜって信頼関係っていうのができていたっていう中で、本人が困ってることがあるんだったら、いや友達だったら手伝うぜ、そういうノリで障害なくしていこうぜっていうふうに思ったっていう感じなのかな。そうですね、本当にそれだけです、正直それだけ本当にその友達の最初スタートで始まっただけで、うん、なんか尊く世界平和を志して小学校の時からマザーテレサに憧れてみたいなこととかは一切なくて、むしろ私海外苦手な側だったので、本当海外に行かないって思って高校を卒業して大学行ったくらいなので、本当にその友達ができたからこそ、なんかその友達のために自分が人生をかけてやれたら面白いよな、楽しいよな、自分の心に正直だよなっていうのが、はい、ありますね。自分の心に正直っていう言葉も素敵だよね。自分に嘘をついている、そんな生き方をしている人も意外といるんじゃない。本当はね、持っている人としての優しさっていうものがあるんだけど、いろんなことを考えて忙しすぎてうまく発揮できない、そういう状態の人っていっぱいいる気がするんだよね。っていう中で、メイさんは素直に友達のために、仲間のために全国でこういうことやりたいんだっていうものにまっすぐ向かい続けている。はい、はい、それを やってみてるっていう、はい、いや素敵だよね。なんかみんなそういう生き方に憧れたり、そういうことができたらいいなって思ってると思うんだけれども、そこに一歩踏み出すとかね、難しいと思ってる人が多いと思うんだけど、どうやったらそのメイさんみたいに素直にね、まっすぐ歩んでいけるようになるんですかって問われたら何と答える？そうですね、身近な人のためにを思ってやりたいと思えるか、やりたいと思えないか、それをやれるかやれないか、うん、っていうことの違いなんだろうなと思います。なんか身近な人のために自分が全力でやりたいことをやる、これが基本だよってことなのかな。そうですね、なんか大きな遠い人の話をしてるわけではなくて、本当に身近な隣にいる人が困ってるから、じゃあ自分がそれに何ができるんだろうってやってみれるかどうかっていう、その違いなのかなと思いますね。なるほどね。でそれでやってみると、はい、相手にいい状態を作り出せたとか、自分もそれによって一つ前進したとか、良かったっていう気持ちになれるみたいなことがあって、うん、それがどん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 繰り返されていくって感じなのかな。そうですね、なんか身近な人からやっぱり始めるとやっぱりフィードバック返ってくる。確かに自分がやったことに対してフィードバック返ってきますし、身近な人なのでそんな大きなこと最初しなくてもいい、うんうんうん、なんかこういったことを成し遂げようぜってなった時、なんかすごい大きなことをイメージして最初の一歩を大きくイメージしちゃうっていうのが多分すごくあると思っていて、うんうん、けど身近な人ってことを考えた時に、本当にちょっと些細なこと、小さなことをやってみると、すごい大きなものが自分に返ってくる。なるほど。ってなると、なんかそれをただ繰り返していくだけで、いつの間にかその身近な友達、一人のためにやってたことが、それがどんどんいつの間にか輪が広がっていってる。うん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 、気づいたらなんか大きなことになってる。確かに。になるんじゃないかな。ってなると、最初の一歩って本当に小さく、身近な隣の人のために、みたいなところが、始める時の最初の一歩なのかなって、なんか偉そうに言ってますけど、自分を振り返ると、なんかそうなのかなっていう、はい。うんなるほどね。めちゃくちゃ勇気づけられる話だなと思って。自分にできることで、まずやれることをやろう。シンプルにそういう話なのかなと思って、うん。うん。ありがとうございます。この今、メイサがやってる事業、今立ち上がり期でね、ブロックをようやく形作れてきて、さあ、こっから販売だったりね、いろんな取り組みをしていくと思うんですけど、これからの取り組んでいく内容だったり、その課題について、ぜひ。はい、ありがとうございます。大きく描いているのは、まあ、障害のあるなしも関係なく堂々と社会の中に障害のある人が入って生きていくことができるっていうのを最初描いてるんですけど、それを描いていくために彼らが社会の中に参加していくところで、どうしても道がバリアが多すぎて障害のある人が参画していくっていうのがどうしても難しい。なるほどね。
っていうのがあります、うんうん、で障害のある人たちも今の現状を自分たちの力では変えられないって思ってます、うん、セネガル社会もプラスチックゴミってもうどうしようもないよねっていうふうに諦めてしまってるっていうところがあります、うんうん、そういった現状の中で彼らが障害のある人たちが社会を自分たちの力で整備していくことができれば、自分の力で社会に参画していく、参加できるための環境を自分たちで整えて変えていくことができる、うんうんうん、で社会がこれどうしようもないよな、ダメだよなって思ってることを彼らが自分たちの力でセネガルを良くしていくことができるっていうことを考えたときに、このブロック事業を広げていくことでそういった社会を描くことができるんじゃないかっていうのが、このブロックでまず通じて描いていきたい社会になります。めっちゃ素敵やね。だからこそ彼らがこのブロックを作るだけじゃなくて、やっぱり社会の中で彼らが販売していくっていうこともモチベーションとして社会の中で関わりながら広げていく、販売をしていって、それが施工されていく、それが目に見えてわかる、それを自分たちも実感してもっと自分たちもできるんじゃないかっていうところで、目に見える形で彼ら自身が社会を変えていける、まあ、そういったものを今事業で描いていきたいなと思っています。なるほどね。で課題としては、これを彼らが本当に販売していくところ、これまで教育も受けてない、買ったりとか不足してたりとかっていうところとか、やっぱり一番大きな問題として自分たちができないっていうネガティブなところやっぱり持ってるっていうところがあるので、そこの成功体験をこの事業でどれだけ積んでいって彼ら自身ができるんだっていう、まず私の会社で雇用して働いて販売をしていく人たちが、まず自信を持って自分たちで社会を変えていくためのブロックなんだっていう形で広げていく人になるっていうのを、この事業を通じてどれだけ人づくりとしてやっていけるかっていうところも、やっぱり今の課題感としては、はい、持っているところです。そのブロックで、例えば広場がめちゃくちゃ綺麗なモニュメントで、そこがみんなが素敵な場所だよねって思ってくれるようになった。このブロックってめちゃくちゃ素敵な仕事で、すごいよね、かっこいいよね、思われるようになってくると、みんなの思考って変わってくるんだろうなってすごくイメージできますよね。ですね。なんかもう嬉しいというか、その景色を見た時に誇らしいというか、その作った彼らも誇らしいと思うでしょうし、それを使っているセネガルの方々も、わ、この国セネガルって誇らしいなっていう風になっていくといいなと思ってますね。それにあとはそのブロックって、もちろん自社での直販というのもあるかもしれないけど、施工の会社さん、建築会社さんとか、いわゆる土木工事の会社さんと連携して使ってもらったりっていうことも多いと思うんですよ。この前のハブストの薫平が話してた内容と結構近しいイメージちょっと持ったんだけど、みんなで作っていくことで社会の考え方は変えられるんだと。で、そうした時にこのメイサの取り組みも、みんなでこのブロックだったり、将来はね、ブロックだけに限らず、いろんな多分プロダクトに広がっていくと思うんだけど、こういった商品をみんなでうまく社会に広げていく。実際にそのプロダクトを使って、いや、めちゃくちゃかっこいいし、めちゃくちゃ嬉しいし、この状態を一緒になって作っていく関係性。こういった輪っかをすごく広げていくんだろうなーっていうイメージを結構具体的に持てました。ありがとうございます。本当やっぱりインフラ事業になるので、もう自社だけでは何もできないというか、本当にいろんな事業体の人たち、地域もそうですし、行政とかと一緒に街づくりをしていく。っていう、あの事業としてイメージを持っているので、やっぱりセネガルの全体でいろんな人たちと、まあ、障害のある人と障害のない人がだから一緒にクロスオーバーして街づくりをやっていくっていう絵が描けていけるんじゃないかなとは、はい、思ってますね。一緒に頑張って、一緒に楽しんで、一緒に苦労して、そんな中で、障害があるとかないとか、それ以外のね、いわゆる偏見みたいな話も含めて、仲間になっちまえば、みんな同じ釜飯食べる、信頼関係ある仲間じゃんってなるから、そういった関係性をね、ちっちゃくちっちゃくを本当にたくさん増やしていけると、いい社会づくりがどんどん加速していくんだろうなっていうふうに思いました。ありがとうございます。最後に、せっかくなので今日聞いてくださってるリスナーの皆さんにメッセージをお願いしたいんですけど、特に起業をしていくだったり、起業じゃないにしても何か一歩を踏み出すっていうところで何かメッセージがあればお願いします。はい、ありがとうございます。そうですね、皆さんの方に私がお伝えできる
こと、伝えておきたいことというと、なんか身近な人のために何ができるのかっていうのを、思いをまず馳せてみるっていうことが最初大事なのかなというふうに思います。やっぱり大きなことを成し遂げていくためにも、本当やっぱり身近な人のところのつながりからスタートする。まあ、私自身がそうだったので、まずちっちゃなことから始めてみるっていうことをやっていただけると、それが少しずつ広がって大きくなっていくんじゃないかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。ということで、今自分でできることを身の回りで誰か困っている人のために、そうやってね、前に進んでいくことで仲間とのつながりだったり、社会が良くなっていくんだ、みんなが喜んでくれるんだって、その実感が持てる、そんなね、お話を今日は聞かせてもらいました。メイサーを応援したいって思ったらなんかできることある？そうですね。SNS を見ていただいたりとか、なんかそういったところで応援とかフォローとか、DM とかなんか送ってくれると、はい、非常に嬉しく思います。はい。ぜひね、フォローしていただいたりしながら、進捗を見ていただくと、社会がちょっとずつ変わっていくっていうものを応援いただいたり、もしかしたらご一緒に社会づくり進めていこうっていう話になると思うので、ぜひぜひフォローお願いします。ボーダレスセネガル代表のメイさん、松尾雄大さんに、来てもらってお話いただきました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。今回の水曜日のボーダレス、いかがでしたでしょうか。どうしたら本当に世界は良くなるのか。貧困、環境、人権、様々な社会課題すべてを一人で解決することはできません。社会課題に挑む仲間と共に、みんなが幸せな世界を作る。そんな価値観と覚悟を持った社会起業家が集うのがボーダレスです。スイッチトゥーホープ、社会の課題をみんなの希望へ変えていく。その挑戦を一緒にしたいと思った方は、ぜひボーダレスジャパンのウェブサイトをご覧ください。それではまた来週水曜日のボーダレスでお会いしましょう。